ยืนปักหลักตอบโต้หมัดของเขาทายตลอดเวลาดีดังดาวบนตาขันรับทั้งหลบทั้งตอบโต้โอ้เสือลุกเลยเขาไฟต่อยฟ้าบีเดินมาสักตาโคน่าอีดันอีอ่าอุทารถมาสเนี่ยดีดังดาวอุทารถมาสเนี่ยเฮ้ยจังหวะเกมอุจฉาเกตเนี่ยนักนักมันเมย์ですねはいここで最後入れ替わりましたけれども相変わらず顔塞が飛んでいます右手ででも左手でも当たる方の感じで顔塞打ってますねはい今いきますグルグルマン攻められっぱなしですね、それほどクッとはないんですけれど肘とかでブロックしてるんですけど劣勢があることは確かですねおよそ2万人の観衆が大きな声を上げていますグリバンも返しますけれども、かなり形的にはきついところがありました。今ちょっと肘が当たったんですね。ああ、顔塞の。はい、スリーチューンに受けたんですね。グリバン、この手が最善の手でしょうね。前に出ることですね。避けるだけで精一杯ですけど、これも承知の上で前に出ることですね。はい。13戦全勝挑戦者デビッド・グリマン試合内容関係なしに前に出て勝つこと考えることですねはいディフェンスよしフットワークよしと言われたデビッド・グリマンなんですが相手が顔塞いですギャルチーの突進を止めるのは前に出る以外ないでしょうね、よく手ばっかりじゃこれ突進止まらないですねグリマンはもうこれが最善のやり方ですねああそうですか一番いいやり方ですねはい前へ出ていきますグリマン体で襲ってしまうね、そうですね完全なグリマンの良さっていうのも完全に消えましたね、完全なこちらも、まあ、精神力の勝負になってますねその体から生まれてくるパンチ顔塞いでるし確かに違うんですけどグリマンここで下がっちゃ勝てないですねもっともっと出ていかなきゃいけない、ね、出なきゃ勝てないですねこの試合は勝てないですね、第4ラウンドが終わりました、まあ、あのグリマンも検討しましたけどさっき申しましたようにパンチの効果の差ですねやはりあの顔塞のラウンドですねはい浜田さんあの先ほど話していたダメージの面ですね、はい、そういったところを見られますかかなりこれはダメージというよりも精神的な圧力ですねあはですから少々食い流れでもうまく避けてますよあそうですかさあこれが第5ラウンドですどんどん出ていきます走りながらの突進というのもすごいもんですねそうですね今走ってましたね本来スロースターさんの顔塞がですね、この試合はそのあっといい勝ちですねはい残りましたグリマンですからギャラクシーもやっぱり作戦面まで考えたボックスにしましたね今日はスロースターで攻めようとするとグリマンペースになってしまうと、はい、グリマン強いですからね右から左そしてもう一度返します最後連打さあ追っていきます顔塞ギャラクシー追い詰めましたボディブローああっと崩れました膝から落ちましたグリマン逃げるってボディブローダブルですね勝ちましたグリマン勝ちましたデビッド速攻します顔塞チャンスです18度目の防衛戦勝利で飾ることができますか顔塞ボディブローボディブローボディブローボディそして顔面打ち分けます顔塞引き上げましたグリマンがこれだけ打たれるとは、カウサギャラクシーすごいですね。はい。ああ、ここで止めました。レフリーが止めました。5ラウンド途中です。カウサイが18度目の防衛に成功です。これで48勝ということになります。カウサイギャラクシー、期待のデビッド・グリマン、無念にも5ラウンド途中。TKO という形になりましたグリマンの良さもありましたけれどやはりあのパワーでですね粉砕されたっていう感じですねはい VC が出ていますがもうカオサイがこの辺もう一方的になっています
グリマンがですね、ディフェンスの名手グリマンが打ち合わされてしまったっていう感じがしますね。そしてこれがカオサイのテーマなんですね。あ、グリマンと今抱き合っています。あの後ろに WBA のですね、メンドサ会長、はい、そして、左側にあのコルドバ選手権委員長の顔が見えますね、はい、18度目の防衛にカオサイギャラクシー成功いたしました。期待のデビッド・グリマン5回途中で TKO という形になっています。